盛り上げてんのは佐藤光と青木敦だけなんだよ。みんな今お前が盛り上げてるふざけたこと言ってんじゃねえよ。俺たちゴミ処理してるだけ、ゴミ処理を。燃えるゴミなんだ、金払うの野郎。俺はてめえの金でやめて言ったくせえな、この野郎は。何自分が盛り上げてるつらせんな、あの野郎。チャンスなんだ。あれだよね、あのいい意味の何ていうの、こう感情の爆発じゃないよね。はっきり良くない意味の感情の爆発なんだよね、これ。でこれってさ、やっぱやってる方がこういう風に変にギスギスしてってさ、ただの本当に憎しみしかないようなものをさ提供していいのかなって分かるけど、俺はどうかなと思う。でも別にね、彼は彼なりの考えがあってこういう風にやってるのかもしれないけど、俺らにも俺らの考えがあるわけだからさ、それを向こうだけの都合で言われて、こっちのは全部無視はさ、ないと思うよ。俺、悪いけど、この2、3年、本当に、ゼニオンのジュニアどうしたらいいのかっていうのは、ああいう人たちよりは、はるかに考えてきたつもりだからね。確かに、周りから見たら足りないとか、言われるかもしんないけど、あいつらよりはやってるよ。それをなんか突然来てどうのこうのごちゃごちゃ言って引っかき回されて気分が良くない、本当に面白くない、本当に上がってほしくない、その気持ちです。向こう太郎、俺たちが掃除してやるよ。なるほど、ああ、ほんと泥棒かよ。本当に相当嫌な思いはしてきたからね、あの人には。俺はそれを忘れないでほしい。なんだよ最後は、まあいつもう前の大会で試合をしっかりやんないといけないって自分で言ってたじゃないか。なんだっけ、あの子はね、そういうとこだっつうんだよ。本当に絶望的なこと言ってやろうか。今ねトレーニングに励んでるみたいだけどね、もう遅いんだよ。今さら心入れ替えてトレーニングしたって、お前今何歳だって、スタート地点どこに置いてんだよ。俺なんか小5の頃から筋トレしてたわ。ああ、それだけ違うんだよ。ああ、だから何言っても響かない。ああ、体から強さがにじみ出てない。ああ、まあ俺は世界ジュニア決まってるからね。ああ、今日の試合終わってからかと思ったけどね、やっぱりね、さすが PWF だね。ああ、全日本プロレスに上がるようになってずーっと思ってた一つの疑問。俺は岡田とばっか試合組んでたけど、組まれてたけど、そこだけしか見てないと思ってんのか、おい。なあ、そんなやつが
あ、小太郎さんの世界ジュニア挑戦に異議？ふざけんなよ。なあ、だからって俺が世界ジュニアに挑戦したい、そんなことじゃない。そんなことはまだ言ってない。なあ、誰の信頼があって、誰からの願いがあって、そういうこと言えるわけ？全日本プロレスの先輩方って強いレスラーが上がれるところじゃないの？ねえ、なのにさ、俺が上がり始めてから日に日に落ちていってる先輩見てらんねえよ。なあ、あ、そんなやつが、あ、俺と小田さん組んでてパートナーなのに、あ、迎撃いかねえ？は？何がしたいんだよ。なあ、俺と小太郎さんからの離されたら終わりじゃないの？ねえ、まずはさ、近くにいる、横にいる、なあ、同じ所属の選手とか今日来てくださってるお客様の信頼得てから言えよ。ああ、それだけだ。え、鈴木小太郎、隣に立つ人間じゃないよ、向かい側だろ。え、悔しいからそのままマイペースで頑張っとけ。おう、言ってやるよ、いつだって言ってやるよ。あんたの首常に狙ってんだよ。ああ、お前みんな敵だよ、もう。なかなかやるじゃねえか、わ。お前もやるぞ。うわ。勝負でもなかなかやるじゃねえか。小細工なしでなかなかやる男じゃねえか。あ、覆面の下、マスクの下の表情までは分かんないけど、相当な実力者だと俺は見たわ。最後拍手、うん、重さが求めて去ってました。あれはどう思う？やらがひとまずブラックタイガーセブンとは成功法で全日本プロレスの取締役、ワイルド、大森取締役に、俺なりの成功法でさ、行ってぶつかって、まあ、試合をさ9割9分9厘俺が支配してるんだけど、なんつうの、これがキャリアの差っていうのを残りの 0.01 で、最後ひっくり返されるという、最後思わず握手してしまった。向こうは何て言ってるかわからないけど、もしかしたら、俺ももう全日本プロレスで、そろそろ中身で試合をした方がいいのかもしれない。非常に
中身が、俺の中身が、全日本プロレスで試合をしたいってうずいてるようで、なんかやっぱ自分よりキャリアの上の人間と試合するとやっぱ、勉強になるというか、だから俺の中身が今日レッスルワン休んで全日本プロレスさんのファン感謝デーを全日本プロレスファンの皆様のために、ブラックタイガーセブンがやってきたというわけで、その中では一連の流れでここ最近ずっと大森トレシマ役をいじってきたけど、なんだろう、まあ機会があれば、もっと試合もやりたいけど握手しちゃったから、これは全日本プロレスが責任を持って俺を使い捨てにするんじゃなくて、来年1年年間契約しろっていうことだよ、まあエンジョイでした、そろそろマスクはいらないかもしれない。やらーやらー走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 らー試合だったんですけど、油汗かきましたね。ちとーっと嫌な汗が。こんなの初めて経験したね。左足負傷されてるっていうことですね。状態としてはどうなんですか。まあ、あと次が1月2日ですよね、小太郎が。それまでには何とか治さないと、あんなでかいこと一番建前、かっこつかないですからね。もう何があろうとも直して、もう治んなかったらもうなくす覚悟でやんないとどうしようもないわ、はい。まあ、臨場で先の向かい合って何を感じるのがありましたか。そうですね、正直ですね、小太郎からはまあフリーだから当然なんだろうけど、全日本に対する愛だとかこのベルトに対する愛を感じないんで、なんかね、てめえのためしか感じないんだ、あの男からは。だけどその後入ってきた青木、俺はね、あの男は好きだね、一言言って。なんかね、自分のためにやろうとしてるわけじゃないような気がするんだよ。なんかその、自分を後押ししてくれるものだとか、そういうですね、自分よりもっとこう大きなもののため、何か
このベルトを取り返そうとしてるような感じが俺はするんです。わかんないですよ。そう考えた場合、じゃあお前は何なんだよって言われたら、俺はですね、さっき言いましたけど、このベルトは全日本ジュニアじゃないんだよ、世界ジュニアなんだよ。これを持つやつは本当の世界一のつもりだって。昔そういうベルトだったじゃないか。これはそういう覚悟があるやつだけがこのベルトに挑む資格があると思う。あんなね、うちわでぐちゃぐちゃあいつが資格がねえとかなんか言ってる場合、そんなベルトが泣くよ、そんなこと言ってたら。俺はね、なんだかそういう彼らがなんかいろいろ言い合ってんのちょっと肌から見ていてですね、なんか本質忘れてるんじゃないかなっていう、そういう感じがここのとこしてて、一言どうしても言いたかったんだよね、それが、うん、だってさ、あれだぜ、そのもう昔小林邦明さんだとか淵さんだとか広斎藤さんだとかマレンコだとかさ、もうそういうすごい世界の名だたる強豪たちが争ってたベルトじゃんか、そんなちっちゃいこと言ってんなよお前らってね、うん、なんかね、早く会いたいね、リングの上で会う人。だから俺は、じゃあ俺は約束するよ、青木とやるまでこのベルト守るよ。うん、俺はね、感じるんだよ、ファンもね、一番望んでるのは田尻対青木だよ。俺はそう感じる。やるぜ。もっと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 もっ
全日本プロレスファンの皆さん、プロレスファンの皆様に
正直な声を聞かない。最高のプロレスカンパニー中に2018年さらに最高を目指すプロレスカンパニーはどこだと思いますか？正直な声を聞かせてくれ。正直な声を聞かせてくれ。ファイナルマッチ、ね、今日もたくさんの人がいっぱい来てくれて本当に嬉しかったですね。ケント・コール納め、最高納め、ま、あの満場一致で喜んでくれて嬉しいですね。まあ無冠のまま丸腰のまま年を越すというのは非常に悔しいけど、その悔しさは2018年の宿題になるでしょう。来年宮原健人にとっても勝負だから、さらに最高になっちゃいますよ。とりあえず1年間本当に日本全国皆さんありがとうございました。